昨日の夜から君がいなくなって24時間が経った僕はまだ一歩も外には出ていない毎ペースでよく寝坊する君のことを思って5分早めた家の時計ああもう意味ないなタバコの嫌いな僕を気遣ってベランダで吸ってたっけなカーテンが揺れて目が熱くなったもうそこに君はいない重かったの「もっとちゃんと僕を見ててよ」「もっとちゃんと」って言わなければ「君はここにいたかな」「僕のことは」多分君がよく知ってる眠たい時に体温が上がるキスは短めが好きってことも。その時思った僕は君のことどれわかってたんだろう一番最初に浮かんできたのは君の好きなタバコの名前もっとちゃんと君を見てればもっとちゃんとって今更気づいてもそう少しに